フェイズの紹介動画です。2011年モデルの、タイプ S の方ですね、のフェイズになります。はい、 S の方がですね、タイプ S ですね。はい、7段変速、まあマニュアルモードみたいなやつですね。はい、ここで切り替えで、まあ、スポーティーな走りが楽しめますよっていうモードになってます。はい、あとは2トンのシートですね。はい、になっております。エンジンかけていきますね。はい、はい、こんな感じですね。はい、あとはハンドルブレースと、でミラーも、車外のミラーついております。でグリップとかエンドも変わってますね。はい、で ETC、はい、本体はここですね。はい、こちらに入っております。はい、他変更ある部分なんですが、ここですね。はい、森脇のスリップオンかなのマフラーがついてるのと、おそらくウィルズウィンのリアキャリアですね、とフェンダーですがついております。はい、と大きな傷で言うとここですね、ちょっとひび割れが入ってますが、まあ、爪が割れてるような感じではなさそうですね。かっちりついてます。はい、まあ、そんなね大きなこけ傷とかもないので、まあ、なんか当てちゃったんかなっていう感じですね。はい、はい、まあね、あの傷はもちろん多少ありますが、まだまだ長く乗っていただけると思います。フォルツァよりもねだいぶ軽いので、まあ、体力に自信のない方、ちょっとでも軽いバイク欲しいという方はぜひご検討ください。よろしくお願いします。